中国を訪問している北朝鮮の金正日総書記の特別列車は東北部の長春から丸1日以上かけて22日夜南部の揚州に到着しました。金正日総書記を乗せた車列が揚州の迎賓館に入ってきました。金総書記を乗せたとみられる車列は現地時間の午後9時ごろ市内のホテルに入りました。地元政府の幹部らが迎えたものとみられます。今回金総書記が東北部の視察を終えた後丸1日以上かけておよそ2000キロ離れた揚州まで南下したことで改めて健在ぶりを示した形になりました。揚州には20年前父親の故金日成主席が訪れ当時の共産党総書記で地元出身の江沢民氏が市内を案内しています。金総書記はこの後10年ぶりに上海を訪問する可能性があります。一方韓国政府によると中国の温家宝首相は韓国のイ・ミョンバク大統領と東京都内で会談し金総書記の訪中は中国の発展状況を理解し北朝鮮の発展に活用する機会を与えるためだなどと説明しました。